はい、皆さんこんにちは、モロトフです。真夏の極寒サバイバルやっていきましょうかね。さあ、3人ですね、寝ておりますが、ここにね、気になるメッセージが書いてあって、要はね、防寒着が必要だっていうことで、メレンデスさんね、メレンデスさん、どうやら服をちゃんと着ていないよと、あーあーあーということですね。ここら辺着てくれればいいんだけど、ちょっと劣化激しいし、いわゆる普通のね、ふさわしい服がないんだろうね。これもボロボロだしと。そうかそうか。ここにね、シンスレッドという素材があるんで、ひょっとしたらこれを今後ね、活用していくのもいいのかなと思うんですけども、早送りですね。まあ服はね、ちゃんと着てほしいんだけども、その前に、ここら辺だね。ちゃんと水耕栽培ができるようにね、徐々にですけども、土地を、部屋をね、作っているっていう状況ですね。じゃあもう早速水耕栽培用の、どうでしょう。これだよね。これをポツッと置いちゃおうか。よいしょ。で、電力がちゃんと必要だね。どうしようかな。ここら辺からこう持ってく？あ、無理だな。どうしようかな。水耕栽培用に、ここから電力を引っ張ってくるか。ね。あまり分岐させたくないんだけど。まあ、しょうがないよね。こういう感じで、ここから持ってきて、これで作りましょうと。で、懸念されるのがおそらく、こんなバッテリーの数じゃね、足りないよっていうことになると思うんで、引き続きね、バッテリーを増やしていこうかなと。いわゆるこのバッテリーのこの倉庫だね、ちょっと離した感じでっていうのはね、火災になる確率があるんで、火災にならないように、どっかバッテリーを、例えば、こういう感じでここに設置するとかね、やっていこうかなと思うんですけども、いかがでしょうかね。ちなみにこれ粘板岩ですね。粘板岩は、ようやくストーンカッターでここら辺一帯のね、資源を取れるということで、あれ？でも粘板岩あまりないかな？大理石とかが次近いのかな？粘板岩にしちゃったけど、ひょっとしたら大理石で作ってもいいかもしれないですね。ここ。よしよし。もうちょっとこっちでもいいかな。ここら辺にいっぱい置きたいんだよな、もうちょっと下にしようかな。やっぱり一回取りやめて。ここどうだろう。ここにやろうか。どうだろうね。ちょっと悩むな。一個開けて、ここぐらいにしとく？それがいいかもね。よいしょと。こういう感じにしとこう。よいしょ。さあ、どんどん作ってほしい。前回ね、スランボを解体したことで、スランボの角っていうのをね、ゲットしましたね。これは武器にも使えるということで、今のところ最強のナイフみたいなもんだと思いますね。はい。で、これは簡単な食事。お肉があるけども、もうね、だいたいこれで数えられるのは30食ぐらいしか作れないんで、やっぱりピンチなんだよね。そういう意味だと、どんどん水耕栽培に切り替えていくっていう感じになるのかなと思うんだけど、さっき言った通りね、バッテリーっていうのが、とても重要なんだよね。どうしようかね。こういう感じかな。こういう感じで、バッテリーを作っていく？おいしょ。例えば、どうしよう。これ繋いじゃうと、ここでショートした時に終わるからね。まあいいや、ちょっと悩むな。ひょっとしたらここにもう一個置いて、ね。ここから取ってくるっていうのもありだな。こういう感じで。あ、これいいかもしれないな。おいしょ。で、こうしとく？ね、これでいいよね。はいはい。さあ、雪が降っておりますね。マイナス9度ですね。まだ大丈夫だと思いますけど。はい。で、粘板岩は相当取ったつもりですけども、以前、ここね、もっとスチールは取ってった方がいいのかなと思うんですけども。皆さんは何をされてんでしょうか？メレンデスさん、くつろいでいる。まあいいでしょう。23度、悪くないですね。ただここちょっと寒いですね。肌寒い感じ。さあ、ここを早々に作ったらね、あとは、水耕栽培の容器を作りましょうか。これだね。これでスチール相当使うんだな。そういうことか。はい。いっぱい置きたいからよく考えたいですね。
こういう感じで置こうかな。ひとまず三つ。どうでしょう。なんかこれ格好悪いな。均等に置きたいですね。あ、均等に置けないんだね。じゃあ、ひとまず四つ置きましょう。ね。で、お肉解体してるメレンデスさんどこ行った？あ、メレンデスさんここ行ったんだね。すぐできるように、これスチールガンガン持ってってもらおうか。で、なおかつスチールめちゃくちゃ使うんで、どんどんですね。ぐいぐい行きましょう。はい。よいしょと。で、ちゃんとね、コンポーネントも取らないと今18ですけど、多分足りなくなりますね。近くにコンポーネントが取れる場所ないかな。潰れた機械みたいなね、表現で、そういった、土というか、あれがあるんで。お、見つけた、これスチールここにもあるじゃん。やった。ちょっと覚えとこう。潰れた機械という性質の遺跡というかね、そういうのがあるんですけど、これだよね。ちょっと遠いね、潰れた機械ね。ここは遠いね。ここまで行くのは大変。なかなかここら辺周辺であればよかったな。なかなかないんだね。ある時あるんだけどね。で、こんなのがどんどん掘っていくとね、たまに見つかったりもするんだけどね。発見という意味でね。ただね、昆虫が湧くんですね。変なね、生物が湧くんですよ。それが強くてね。あまりこの中をこう、積極的に掘っていくっていうのはね、やりたくないですね。おー。ここをあれしたか。ここにバッテリーを仕込んでもいいから、今後のためにちょっと、こうやっとこうかな。ね。はい。ほうほうほう。ここにバッテリーを仕込むという意味では、ここ必要な、ここね、必要なくなるな。あ、そうしよう。そうすれば多分楽ちんになるもんね。うん。よし。どうだろう。例えば、火災が怖いからっていうことだけど、ここに2個置いといたりして。で、こっから通るってどうかな。これいいんじゃない？すごく。これでバッテリーここで取っとくと。ね。うん。よしよし。で、こう、こっからも溜まるし、ここにも溜まると。このバッテリーを使いたいときは、どうやればいいんだ？スイッチだよね。その時の出番はスイッチ。うん。まあ、ちょっとよくわかんないけど、ひとまずここまでやっとこうかな。そうすれば。あ、いや、ここはね、バッテリー貯蔵庫にしとこう。そうしよう。だから、これだけでいいや、これだけ。こっからここにね、バッテリーで貯めていくっていうだけ、貯蔵庫。ね。そういう意味だと、これ早く作ってほしいですね。はいはいはい。貯蔵、貯蔵。もうちょっとこっちかな。こうかな。で、ここら辺までかな。よし。はい、どんどんやってね、取ってってる？粘板岩ちゃんと取ってる？そうか、粘板岩。あまり取られてないのか。よしよしよし。何個取った ?75。いいね。とにかく、まあ今回のミッションとしてはね、水耕栽培をね、完成させたいです。本当に。ああ、こっから行ったか。じゃあ、1個取るかな。うわあ、すごい。少なくなった、一気に。食料ガンガン作ってるからね。コンポーネントも減ってくよ。さあ、変調リスクですね。誰だ？はいはいはい。メレンデスさんね、寒いんだよ。残念なことに。だから、こっから行けるようにするっていうのもありなんだよな。だん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 この部屋っていうのを考えていかなきゃいけないね。だったら、ここでしょ、部屋はっていう感じだよね、今はね。ここが部屋いいな。一人で。わざわざこうやって外出てるからね。あ、あと思い出した。暖房しないと全然使えないよ、これ。さあ、こういう感じで、今がね、一番面白い時期ですね。いろいろね、物が足りない状況で、頑張って作ると言ったとこですね。ほいほい。寒くなってない？これは、もう一回リフィルしましょうね。燃料投下です。はい、リフィルできましたと。
ケイルさん寝ました。さあ続いてコンポーネントを持ってったよ。よいしょよいしょ。さあ一通りコンポーネントを渡して寝る。はい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 。暑いかな寒いかな、ちょっとやっぱりここら辺で来ると寒いんだよね。よいしょ。ひどい寝室だから、そろそろここもねタイル貼ってあげたりするといいかもしれないですね。タイルなんかもここでいっぱいあるんだけどな。ちょっとでもタイルはまだね贅沢かな。ここを先にやらないと、いかんせんね食料がないんで、ほんとまずいですよ。スチールもないし、だからここガンガン取ってもらおう。頑張れメレンデスさんか。メレンデスさん寒いんだよな、ここほらちょっと全身がやばいんだよね。凍傷に一回になってるしね。これちゃんと治療されてんのかな。痛いね今現状。これね最初から痛いんだよね。精神変調リスクがあると。はい戻った。頑張って頑張って。食事すんのか。そうだよね、メレンデスさんが掘るっていうのはあんまり良くないのかな。でも掘りに行っちゃうんだな。おっと遊びに行った。まあいいや、これ室内にあってもいいかもしれないですね。変調リスクがさっきから危なすぎる。うん。メレンデスさん着ようか。これ着ようか。ね。着させる。で、それ以外服装ってどうなってんだっけ？あ、違うんだよ。これを着るんで嫌々なんだけど、このパーカー着れば相当大丈夫だと思うんだけど、ただし、メレンデスさんとしては非常に不満だと思いますよ。パーカー着たっていうのは。うん。あ、死者のパーカーか、これは。死者パーカーは嫌だね。死者のパーカー持ってきちゃってるのか。これは苦しいね。寒さはどうなんだろう。でも、寒さを取るか死者のパーカーを取るかだね。死者のパーカーは良くないですね。ちょっと脱ごうかな。だったら帰った方がいいよね。脱ぎます。よいしょ、外そう。ごめんね、これここに置いといて腐るの待とう。なんならね、メレンデスさん掘りそこまで強くやんなくていいや。よいしょ、じゃあ持ってって。よいしょね、これ全部持ってけばで、おいしょ、これ持ってった。ちょっとね、動きが微妙でしたね。あれ全部多分メレンデスさん持ってけたよね、本当は。はいはーい。あとはここだね、つなげるのは。そうすれば、結構いいかも。あとこれか。ストーブ、やって。掘れる？コンポーネントか。やっぱここ、つなげたいな。ちょっと効率悪すぎる、さっきから。よいしょ、取りました。一気に寒くなりますよ。頑張って。そこを穴埋めて。おっと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 。よし、やったやったやった。で、ガツンガツンやっちゃったよ。失敗した失敗した。頑張って。無駄になっちゃったよ。寒いよ、その間、多分。精神的にもやばくなるよ、これは。14度か。ね。おっと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 。おいしょ、足りないから持ってって、ここでようやく。あ、寝るの。寝るのやめて。ちょっと頑張って。変調リスク激しくなっちゃった。メレンデスさんがやるべきじゃなかったかもしれないね。こうだね。これ絶対終わらしたい。頑張って頑張って。いやーね、こういったね、粘板岩のブロックはね、時間かかるんですよね。おいしょっと。はい、雪うさぎ来ました。お肉ですね。まあ、いいか。来たら、屠殺コースですね。はい。これで一応、温度は上がっていくと思いますね。あまり上がっていかないね。寒いんだね。はいはいはい。さあ、ここもやって、ここはもう室内になったかな？室内になってるね。マイナスと。うん。で？何を持ってくの、そんなちっちゃいの。よいしょと。うん。
これを取って、なんか効率悪そうだけど、休むと。で、これは掘ってほしいね。掘ってほしい。頑張れ。よし。とにかく掘って、ここですね。暖房をちゃんと作ると。いうことをやってもらいましょう。あと12個しか食料作れません。合計で30か。ギリギリ生き延びれるんじゃないかな。さあ、頑張れ。メレンデスさんどれ？あ、メレンデスさんやっちゃった。メレンデスさんやっちゃいましたね。クジェルトさんどこだっけ？クジェルトさんはここになぜかいると。おっと。電気通ったけど、ちょっと待て、早い。操作しましょう。早い。暖房が通ってないから。クジェルトさん、ちょっとやって。ね。切って。で、申し訳ないけど、屠殺。ね、屠殺です。で、掘りに行きます。さあ、ここら辺緊張感たっぷりですよ。よいしょ、はい、屠殺。お、屠殺じゃないぞ。あ、ちょっと待って。屠殺して。よし、食べちゃう、食べちゃう、これだ。クッと、はい、できました。いい感じのとこでね、屠殺できましたね。メレンデスさん、ここ。バシバシやって。ここもやって。おいしょ。はい、これでいいよ。変調リスクが激しいです。ほいほいほいと。よいしょ。ね、こういう感じかな。はい、暖房つきました。これによって多分いけると思うんで、ひとまずクリックで全開ですね。よし。で、暖房何度にしようかな？今21度。低すぎますね。30度ぐらいまで上げときましょうか。ここがそれでガンガン上がっていけばいいと思うんだけどね。よいしょっと。はいはいはい。はいはい。いいねいいね。で、これを操作して、ね、相当これで電力食いますよ。だけどこれでお米をね、やりましょう。多分お米が一番いいと思います。なんでかっていうと、結構ね、お米はね、低温なところとかね、耐えられるんですね。育成において。でね、成長も早いんで、お米が一番かなと思います。さあ、栽培をしてくれる人はちゃんといるかなと。収穫なのかな？栽培ですね。栽培はトッププライオリティでいきましょう。はい。よいしょ、頑張れ。栽培してくれるのは誰だっけ？メレンデスさんとケイルさんですね。はいはい。これ違うね。クジェルトさんだもんね。じゃあ、ケイルさんお願い。よし、種まきして。はい、メレンデスさんも行った。ケールさん戻って食事を作ってきます。はいはいはい。で、植物もちゃんと日中じゃないと育たないんですね。24時間っていうような概念があるみたいで。24時間ずーっと育つわけじゃなくて、日中ね、育つと。精神リスクがそろそろやばいぞ。限界に達しそうだ。眠れない眠れない。クジェルトさん、ここか。寒いか。寒いの？何着てる？ああ、パーカー着てないんだな、やっぱり。そうか、そうか。誰かパーカー、あれ、誰もパーカー着てないっていう設定なのか。そうか、食料ちゃんと食べて、これを火つけてもらって、寝てもらうか。よいしょ。ね。で、あとは暖房つけなきゃいけないね。そうすると、お、マイナス？あ、こっちか、こっちか。危ない。よし、暖房つけよう。やることいっぱいですね。暖房で寒さをしのぎましょう。これか。はい。じゃあ、どうしようかな。部屋ないか？室内。ここだな。ひとまず。ここに置こうか。何しに行った？ダメだよ、ここ行っちゃ。寒いからか。ここが最短距離だと思ったんですね。で、今は、4時、朝の4時か。これは成長していってんのかな？
成長度 5%。はい。もう少し日が足りないのかな？多分ね。うん。これが暗いもんね、まだね。で、ぜひ、これ、やって。ダメかな？あー、こっから持ってくるパターンか。メレンデスさん、また精神的にやばいからね、みんなね。よいしょと。これで、カカッと持ってってもらって、とにかく。で、ここも掘れるようにしとかないとね、忘れないうちに。よいしょと。よいしょと、もう繋いじゃうね。よいしょ。お、来た。さあ、これで成長率どんどん上がってきますよ。そんな高くないかな？寒いんだろうね。うん。ちょっと寒いのかな？うん。成長に適した温度範囲を超えてますということで、成長に適した温度っていうのは何度なの？これは。最低気温0度でしょ？58度。うわ、結構レンジが広いね。7度か。もうちょっと厚くしてほしいな。もう一個置くか。ね。だったら、よし。やることがいっぱいです。よいしょ。はいはいはい。多分、スチールが欲しい。ね。ほいほい。ここが寒いとやってられないよということですね。そうか、これ先やってんのか。これちょっとまだいいや。これちょっとまだいい。こっち先かっちりやろうよ、かっちり。二人で掘ってるな。これだな。よいしょ。誰だ？はい。多分寒さから来るもんだと思う。なので、ここを、ね。厚くして、よいしょ、できてる？そうだね。コンポーネント持ってくると。はい、コンポーネントが確実に減っております。よし、これで、さらにプラス10ですかね。多分これで30度、30度で結構厚くなると思いますよ。30度ぐらいだとお米ね、ちょうどいいぐらいですよね。おい。さあ。で、これだな、次。うん。電池は幸いいっぱいあるし。あとね、風力発電もやっといた方がいいですね。なんでかっていうと、太陽フレアだよね。太陽がね、機能しなかったりすると、一気に、あれだね、この頃に死んじゃうんだよね。うん。まあ、やることいっぱいだな。はい。今回はね、一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね。続きが見たいという方いらっしゃったら、ぜひ、いいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そして、普段は Twitter で情報を発信してますので、そちらもチェックしてみてください。それでは。